どうもこんにちは、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、タイトルにある通りちょっと皆さんに一個、お願いというか力を貸していただきたくて、名前を変えようと思うんですね。僕もこのチャンネル名はケンタ今村になってるんですよ。アルファベットで、これ本名です。僕の本名は今村ケンタと申します。ただちょっといろんな人から指摘を受けてるんですけど、ちょっと名前長くないみたいな、本名なのはいいけどなんかちょっと覚えづらくないみたいな感じで、ちょっとよりね、より皆さんにこう親しみを持って分かりやすく覚えやすくこう認知していただくために、ちょっと名前を変えようかなということをちょっと考えております。というわけでですね、どんな名前でもいいんですけど、今村健太よりは少なくとも短くて、覚えやすくて、ちょっとポップキャッチーな感じならいいかなと思ってるんですが、ちょっと僕ネーミングセンスが絶望的にないので、こういう時はちょっと素直に皆さんの力を借りようと。なかなかね、いつも僕どうも今村ですってやってるんで、なんかね、今からこう名前変えるとか名前考えるってなって、ちょっとこうね、今までこう見てきていただいた人はちょっとなんか違和感が出てきちゃうと思うんですけど、最近ね、ちょっとありがたいことにちょっと登録者の方も増えてきて、なんか変えるなら早い方がいいですし、なんかよりこうなんかこれからのこう活動をこうね、頑張っていくためにもこうそこをしっかりやりたいなってことで、こうちょっと今日はこういう動画を撮ってみています。はい、何かね、いいアイディアとかね、面白いアイディアとかあったら、下のコメントなんか僕のツイッターのリプライにぜひぜひ送ってください。皆さんの、アイディアをお待ちしております。よろしくお願いします。じゃあね。